俺の名前は板倉翔、陰キャな高校2年生だ。あ、落ちたよ。ごめん。また睨まれた。そんなに俺に拾われたくなかった？そんな俺の隣に座る彼女は藤原瑞希さん。学校一のクールビューティーで男女共に人気がある。才色兼備とはまさに彼女のことで、成績は常に学年トップなのだが、人とあまり関わろうとせず、話しかけてもそっけないことから冷徹美女としても有名な人だ。男嫌いや心がないという噂もあるが、俺はそんな人ではないと思っている。なぜなら彼女が、またやってる。いつも誰かに頼られていることを俺は知っているからだ。優しい人だな。一年の時から同じクラスだったが、彼女が断っているところは見たことがない。頭が良くて優しい彼女を好きになるのに時間はかからなかった。二年生になって初めて隣の席になり、彼女と仲良くなれるチャンスだと浮かれていたのだが、握りつぶすほど怒ってる？俺、やっぱり嫌われてる？仲を深めるどころか、俺は睨まれてばかりだった。怒らせると超怖いという噂があるが、あれだけは嘘ではないのかもしれない。俺は彼女を怒らせているんじゃないかと不安な毎日を過ごしていた。そんなある日、いざとなるという気が。てか、なんでこんなことに。数時間前。板倉、これ、藤原の家まで届けてくれ。なんで俺が、週明けでも。隣の席だろ。週明けにある生徒会選挙の資材調達を頼みたいんだよ。住所ここだから、よろしく。先生、ちょっと待って、言っちゃった。でも、もしかしたら、これは仲良くなるチャンス、なのかも。と思って来てみたはいいものの、やっぱりポストに入れて帰ろう。あなた、うちに何か用かしら？え、しまった！家の人が！あららら？あなた、瑞希の学校の子ね。はい。もしかして、瑞希の追っかけなの？違います！俺、クラスメイトの板倉です。先生にプリントを届けるように言われて。板倉くん？はい。あらあら！私、瑞希の姉のミカっていうの。瑞希は今お使いに行っているから、中で待っててくれるかしら？それなら、渡しててもらえば。遠慮しないで。ほら上がって。さあさあどうぞ。え？お姉さん、めちゃくちゃ美人で、瑞希さんに似てるし、スタイル抜群だけど、性格が全然違う。瑞希さんの部屋に入ってしまった。ねえ、翔くん、瑞希とはどういう関係なの？あれ、俺、名前言ったっけ？隣の席で。うん？それで？ああ、渡したらいけない。お茶菓子も出さずにごめんなさい。今、切らしてるから、買ってくるわね。すぐ帰ってくるから、自分の家だと思ってくつろいでて。そんな無理ですって、言っちゃった。どうしよう。待っとくしかないか。数分後。あ、お姉さん、帰ってきたかな。ただいま。この声、もしかして、瑞希さん？これって、かなりまずい状況だよな。部屋に男がいるとか、どう考えてもおかしいし。それこそ、本当に怒らせちゃうんじゃ。どうしよう！普段からめっちゃ嫌われてるし、説明しても信じてくれるわけない！なんか、物が動いてる気が。お姉ちゃん、入ったのかな？しまった！とっさに隠れてしまった。俺、なんてこと。疲れた。気づかれてないよね。やっぱりお姉さんの話を説明したらよかったんじゃ。いや、でも本人いなかったし。てか、この状況の方がやばくない？こんなところに俺がいるってバレたら。消えて。あの人、瑞希さんの家に侵入してたって。怖い。ベッドの下に隠れてたらしいよ。ドン引きだよね。俺の人生終わってしまうじゃないか！着替えるの？ここで！まずい。このままじゃ俺、そういう人疑惑が。やっぱり、ちゃんと説明を。やばい。こんな時にアレルギーが。ハウスダストよ。頼むから、遠ざかってくれ！よいしょ。
あ、もう我慢の限界。くしゃん。しまったー。何してるの？これは。とりあえず出てきて。はい。はあ、俺の人生さようなら。着替え見た？いや、見てないです。角度的にもほら無理だし。なんで私の部屋にいたの？それはお姉さんが。お姉ちゃんいない。買い物に。お使いは私が行ってきた。ダメだ、何を言っても言い訳にしかならない。とにかく着替えは見てません。それと何でもします。だから誰にも言わないでください。何でも？はい、何でも。わかった。じゃあ付き合って。え、それってもしかして、まさか水木さんも俺のこと。明日これ買いに行くから。ああ、そういうこと。なんだと思ったの？いえ、なんでもないです。とりあえず、これで俺の人生は守られそうだ。じゃあ明日、時すく時計台に13時。はい。ふむ。あれ？休日に二人っきりで買い物って、デートってこと？ただいまって、あれ？なんかあったのかしら？お姉さん！その後お姉さんのフォローもあり、なんとか誤解は解けたのだが、隠れていたことは事実なので、結局翌日の買い出しには付き合うことになった。翌日。待った？さっき来た。うわ、デートっぽい。そっか。うん。あれ？会話続かない。なんか話題。何聞いてるの？しまった！こういうの聞かれたくないタイプかも！これ。あ、近っ！っていうか耳！水木さんが俺の耳を触っ！あ、これ。英語のリスニング？うん。なんて勉強熱心なんだ。それより、あっち。うん。水木さん、大丈夫？うん。俺とこんなに密着して、水木さん、嫌じゃないかな。狭いから。ああ、うん。はぐれたら困る。確かに、そうだね。何も考えるな！俺！やった。あ、今何か？別に。数時間後。買い物、これで一通り揃ったかな？うん、これで全部。うん。ああ、沈黙気まずい。せっかく水木さんと仲良くなれるチャンスなのに。何か策は。うん。ゲームしない？ゲーム？そう、お互いの好きなものを言っていくゲーム。それって、勝ち負けがあるの？何も言えなくなったら負けってことで。我ながらつまらないゲーム。でも、これなら、水木さんの好きなものが知れる。そして、共通のものがあれば盛り上がれるはず。わかった。じゃあ、俺から。カレー。いちご。ゲーム。勉強。山。海。犬。猫。家族。なんか、俺と水木さんって正反対だな。ふん。え？なんだこれ、俺。え？あ！あ、水木さんの笑顔、初めて見たかも。かわいい。翔くんの負け、先に言えなくなった。かわいすぎてしんどい！てか、さっきの、からかわれただけ？あれ、同じクラスの。うん。こんなところ見られたら、勘違いされるかも。それは、水木さんに迷惑がかかる。こっち！自分でやっておきながら近！もう、行ったかな？バレなくてよかった。勘違いされたら困るでしょ？水木さん？やっぱり、私と一緒にいるの、見られたくない。違うよ！そういうことじゃなくて！私は、勘違いされたら、嬉しい。え？翔くんのこと好きだから、勘違いされたい。は？水木さんが、俺を好き？だから、翔くんのこと、騙した。ごめん。騙したって？昨日、隠れてたの、本当は知ってた。え？どういうこと？それから水木さんは、少しずつ話してくれた。水木さんは、実は極度の人見知り。そして、男嫌いという噂は本当らしい。昔から見た目で近づいてくる男性が多かったが、一
人見知りを発揮すると機嫌が悪いと勘違いされ、逆ギレされることが多々あったからなんだとか。そんな時、高校で俺に話しかけられた時のことが印象的だったそうだ。それ手伝うよ。え、なんで？なんでって、二人でやった方が早くない？っていうか、手伝うのに理由とかいらないでしょ？水木さんってさ、優しいよね。え？いろんな仕事をよく頼まれてるでしょ？別に、ただ押し付けられてるだけ。押し付けられてる？そうかな。うん。仮に押し付けられてたとしても、引き受けるってことは相手を助けることになるし、やっぱり優しいよ。それに、ちゃんとやってくれるって信頼されてるから頼まれるんでしょ？それってすごいことだと思うけど。水木さんは今まで成績がいいことでいろんな人に雑用を頼まれてきたが、どう断ったらいいかわからず、つい引き受けてしまっていたらしい。そんな時、俺に思わぬ形で褒められて驚いたようだ。それ以降、俺に好意を持ち観察をしていたとのこと。すると、俺が困っている人を助けることが多く、優しい人だと思って、より好きになってくれたんだとか。俺がめちゃくちゃ勇気出して手伝った時、覚えててくれたんだ。隣の席になれて、すごく嬉しかった。でも、好きすぎてどうしたらいいかわからなくて、いつも緊張して、まともに喋れなかった。水木さんも俺と同じ気持ちでいてくれたんだ。だから昨日、弱みを握るようなことをした。どうしても仲良くなりたくて。隠れてるの知ってて着替えたってこと？うん。お姉ちゃんに翔くんが来てるって聞いた。でも部屋にいなかったから隠れてると思って。けど、こんなことしても意味なかった。翔くんは私のこと嫌いなのに。ごめん。いや。って言われても許せないよね。夢みたいに幸せな一日だった。本当にありがとう。無理させてごめん。ま、待って。俺も水木さんのことずっと好きだったんだ。嘘。水木さんは優しい人だって知ってた。嫌いなはずない。ショック。昨日のことも俺とデートしたかったからってそんな可愛いこと言われて許せないはずないでしょ。俺の方がずっと前から水木さんのこと好きだったんだから。嬉しい。ありがとう、翔くん。こうして俺たちは付き合うことになった。数日後。あら？あらら？改めまして、水木さんとお付き合いさせていただいている板倉です。水木から好きな人がいるって話、ずっと聞いてたのよ。お姉ちゃん。翔くんが来た時、すぐに分かったわ。だから俺の名前知ってたんだ。それで、もう二人はチューしたの？うわっ！お姉ちゃんってば。二人とも可愛いわね。ねえねえ、二人のこと、もっと聞かせてよ。その、ちょっとお姉さん、話して。翔、ほら、早く部屋行こう。あらあら、残念だわ。水木さん！さっき。お姉ちゃんにテレテレしてた。してないって。嘘、してた。してないから誤解だってば。困ったな。私だってまだ足りない。え？翔のこと知り足りない。もっともっと翔のこと知りたい。ねえ、教えてくれる？可愛いがすぎる。これからは恋の勉強がスタートするかもしれません。ミルです。もし時間があ